はい、渡辺真由推しでーす。今回もね、フリーフォーオールをプレイしたいと思います。マップはコンバインになります。今回もね、後付け実況の方でね、やっていきたいと思います。はい、頑張るぞい。今回もね、いつものようにカスタム構成からね、紹介していきたいと思います。今回使用したメインウェポンはアサルトライフルのシーバに、サイトはバリックス3、アタッチメントはクイックストック、パーク1はオーバークロック、パーク2はアンテアップハードワイヤー、パーク3はブラストサプレッサー、ワイルドカードはパーク2グリード、スコアストリークは HCXD UAV ライトニングストライク、スペシャリストはセラフで、スペシャルウェポンのアナイアレーターというね、カスタムでやっていきたいと思います。今回プレイしたゲームモードはフリーフォールでね、マップはコンバインで、で成績の方がね、30キル22ですプラス8、比率 1.36、 スコア2825というね成績になりました。フリーフォールね、だいたい結構死ぬんでね、自分22ですっていうのは結構なんか多いような気もするんだけどね。で今回セラフね、BO3 の初の1になった時に使用したスペシャリストセラフのコンバットフォーカスで、このコンバインでフリーフォールで初の1になったんだけど、で今回もね、マップはコンバインで、でスペシャリストもセラフでね、で前回はアナイアレーターだったんだけど、今回はスペシャリストウェポンのアナイアレーターの方でね、今回プレイしたんだけど、アナイアレーターは本当大型リボルバーで、貫通力がとても強いっていうことでね、壁越しにいる敵も撃ち抜くことができるほど威力のある、貫通力がめちゃくちゃ高いね、スペシャリストウェポンなんだけどね。結構でも難しいんだけどね。セラフはヒーロー装備の方が、頭部の方はもうヒーロー装備解除したんだけどね。1ゲーム中にコンバットフォーカスでスコアストリーク4個獲得するを4回だったかな。で、ヒーロー装備、頭部のヒーロー装備は解除されるんだけど、で、ボディの方がアナイアレーターを使うやつなんだけどね。チャレンジなんだけど、1ゲーム中にアナイアレーター6キルするかける5回だったかな。で、セラフのボディのヒーロー装備は解除されるんだけどね。まだ、ボディのはまだ解除してないんだけどね。ゆっくりやっていこうかなと思っててね。BO3 ほんとレベル1000まで上がるんでね。ほんとに。かなり長く遊べるゲームになってる、仕様になってるんでね。ちょっと例えば全てチャレンジ終わらすとね、武器の武器明細ダークマターとか、あとワイルドかコーリングカードの全チャレンジとか、あと、全スペシャリストの頭部、ボディ、ヒーロー装備すべて出し終わったら楽しみがなくなるんでね。であと新武器追加ぐらいしか楽しみが残らないんでね、なるべくちょっとレベル1000まで上がるんで、その分長く遊べるんで、ちょっと楽しみはゆっくり取っておいとこうということでね。自分やってないんだけどね、ゆっくりやってってるんだけど、結構スローペースでやってるんだけどね。明細解除とかも終わらそうと思えば、もう、全武器のね、メインウェポン、サブウェポンすべてダイヤモンド明細にして、ダークマター明細とかも出せるんだけど、出そうと思えば、ちょっとわざとゆっくりやってってるんでね、さっきも言ったように、気長に遊ぶ、レベル3まで上がって気長に遊べる仕様なんでね、楽しみはゆっくり取っておいとこうということでね、ゆっくり、チャレンジの方もね、ワイルドコーリングカードとかそういったチャレンジも全てゆっくりやっていってるんでね。で今回ね、シーバでね、フリーフォールで1になったんだけど、コンバインでね、シーバも当初苦手だったんだけど、これバーストでもフロートでもなく単発なんでね、マークスマンライフルになってるんで、一発一発の指切りが苦手な人は結構きついかもしれないけど、
結構でもなので十分守りね、指切り得意な方じゃないんでね、最近でも少しハンドガンの MR6 あれも単発で指切りのやつなんで、あれで結構慣れたんだけど、指切りの方はね。でシーバもね、当初苦手だったんだけど、今もあのシーバ慣れ、なんかシーバはね、なんかちょっと珍しい、なんていうのかな、不思議な感じの武、まあ、自分から言わせると不思議な武器でね、なんかっていうのは最初苦手だったんだけど、慣れるとかなりやりやすい感じのね武器でね、本当にね、ちょっと不思議な感じのね武器ね、本当に結構これでキルとかもできたんで、ニュークタウンで最初40キルやって、で後から50キルとか51キルだったからやって、結構キルもできるようになったんでね、アナエレーター溜まったんでね、アナエレーターで、あーこの時ちょっと1キルもできない状態でちょっと敵さんにやられたんで、やられるとはスペシャリストウェポンもなく使えなくなるんでね。 HXD 大和田7オンラインということで、 HXD もね本当にね当初使ってなかったんだけど、もう今バンバン使ってるんでね、スコアストリック構成のスコアストリック構成に必ず入れるようにしてるんでね。後付け実況ね、ほんと結構今回多く、今日だけでね、このプレイした日時がね2015年12月22日火曜日、時刻が0時49分だったんだけど、で現在ね後付け実況つけてるのが4月7日木曜日22時29分なんだけど、今日ね今現在で3本後付け実況つけてるんだけどね、ちょっとフリーフォールちょっと多く、そんなに多くはね1位になってないんだけど、ちょっとどんどん編集せずにね残しとくと、またフリーフォールどんどん1位になっていったらどんどん溜まっていくんでね、ちょっと今日多めにちょっと後付け実況もつけてるんだけど、後付け実況をやっぱりねある程度どういった話しようかなっていう頭の中でちょっと考えないといけないんで、ちょっとネタ作っとかないといけないんで、ネタっていうほどでもないんだけどね、まあ自分が思ったことをねアドリブでちょっと喋っていけばいいんでね、前回の AW の時も結構取りだめしててんでね、フリーフォールね、フリーフォールの位置はかなり後回しでアップするんで、編集とアップはするんで、かなり溜めてたんで、結構大変だったんだけど、でも後付け実況っていうのはほとんどなかったんでね、実況しプレイしながらの実況しながらのプレイ動画だったんでね、でも結構溜まってたんでね、はい1位になりました、勝ちましたよ皆さん、コングラチュレーション。今回の成績の方がね、さっきも話したんだけどね、30キル22ですのプラス8で比率 1.36、 スコア2825という、ね、成績でした。プレイヤーの皆さんありがとうございました、とっても楽しかったです。シーバーで本当にねフリーフォールで1位になれると思わなかったんでね、今回ね、この時はシーバーレベル13でサーマルが暗録されました。サーマルも全然使わないんだけどね、たまに使うんだけど、今回使用したのはねメインウェポンでアサルトレフルのシーバにサイトはバリック3、アタッチメントはクイックストック、パークはオーバークロック、アンテアップハードワイヤー、ブラストサプレッサー、ワイルドカードはパーク2グリード、スコアストリークは HCXD UAV ライトニングストライク、スペシャリストはセラフでアナイアレーターというねカスタムでやっていきました。今回ねシーバでコンバインのフリーフォールで1位になったんだけど、まあ、さっきも話したんだけど1位を全く考えてなかったんだけどね、この時はシーバの迷彩チャレンジでプレイしてたと思うん でたまたま1位になったっていうことでね、急遽シアターの方から録画して、で現在
シェアファクトリーの方でね、後付け実況のをつけてるんだけどね、シェアファクトリーかなり使用頻度高いんでね、おそらく、自分が多分一番じゃないかな、一番なんじゃないかなと思うんだけどね、シェアファクトリー使ってる頻度が高いのは、おそらくね、かなりシェアファクトリー使ってるんでね、あの、ゴーストの時から使ってるんでね、もう AW でもかなり使ってるんだけど、AW 本当にプレイ実況動画400本余りだったんでね、シェアファクトリーかなり使ってるんでね、今回も多く使ってるんだけどね。で、本当にね、あの、セラフのね、あの、コンバ、あの、アナイアレーターも結構強いんでね、バンバン今後使っていきたいと思います。シーバンドも多く使っていきたいと思います。はい、今回はシーバンド、セラフのアナイアレーターで、コンバインのフリーフォールで1になることができました。あとよろしければチャンネル登録のもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。